ゴッホ美術館とポケガのコラボが神すぎるが、事件も起きていたので解説します。先日オランダのゴッホ美術館50周年を記念してポケモンコラボをすると発表があり、 SNS が大盛り上がりとなりました。関係するポケガ商品はプレイマット4種スリーブ5種の合計9種類と、美術館で簡単なイベントをクリアするともらえるプロモカードがあります。しかし実際の美術館は購入制限が当初なかったことなどが原因で、阿鼻叫喚の嵐となった上、通販を含め関連グッズは3日も経たずに完売、異例の事態となってしまったようです。さらに海外ポケセンでは元々はホームページにホイールカードとの記載があり、同じゴッホピカチュウでもレアリティが異なるのではとも噂になっていたんですけれども、サイトからはホイールの文字はサイレント修正されているようで、結局ノーマルカードのみの配布となっているみたいです。なんかいろいろカオスですよね。ホームページは後日ポケセンで配布されることを検討するというような発表もあったらしいんで、落ち着くことを祈ります。日本でも手に入れる機会があったりするとめちゃくちゃ嬉しいんですけどね。シャロンチャンネルではポケカの最新ニュースを分かりやすく解説してるんで、チャンネル登録ぜひしてみてね。シャロンチャンネル。